ソシエダ久保建英さん、EL 初先発初勝利。EL 初先発の久保建英は左ウィング起用で輝けず、ソシエダはイスラエル王者を2-1撃破で初勝利。勝ったー。竹下がってから最低な内容じゃん。サディクが最後までボールを追える体力を持ち始めている。これは相手にとっては脅威そのものですよ。なんとか勝った。お疲れ。今季 EL 初勝利なのか。結局は2点目に繋がる久保のワンプレイが大きかったな。すげえ接戦で面白かったな。手に汗握る展開だった。初勝利おめ。これ余裕だろと思ってソシエダに大金ベットしてた人心臓バックンバックンだったろうな。そして今のオジルやばそう。しかしスビメンディなんでこんなチームにいるの？ってくらいぶっちぎりでうまいな。やっぱウィングはベッカーくらいのスピードないと厳しいな。めっちゃシンプルにチャンス作れる。さすがに今日は左で使った監督が悪いでしょ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。